なるほどね。なんかこれはどっちがいいんだ？うわ、取れねえ、マジか。とりあえずここまで来られた。おお、危ない危ない。はいはい、オッケー。で、とりあえず解決したのかな。これはどっちが正解だったんだ。上も行けそうだよね。ちゃんと塞がれてる。おや、こんにちは。俺はハッカーだ。この部屋に秘密のバックドアがある気がするんだが、さてどこにあるんだろうか。チェンメール。なんか今一瞬変わったぞ。とりあえずここにスイッチがあったんだよね。ねえ、指に変わったよね。でこっちか、スイッチ。なるほどね、繋がんだここで。で、これは鍵がかかっている。どうやっても開けられそうない。ってことはこれでティーカップあったところ行けばいいのかな。ぐるりと回って。めっちゃ壊してるけど大丈夫かな。もうとりあえずね、ぐるーっと回っていきましょう。で、こっちかな。さあ行きましょう。なあ、これはダメージか。思いっきり取ろうとしてしまった。おや、ここは2階のディナーパーティー A です。どちら様のお食事にもご自由に手をつけていただけます。俺だ、ハッカーだ。まだ誰にも気づかれてないけどな。くれぐれも C シャープクレットで頼む。おお、なんかマウスのカーソルみたいなやつが。この人、会場にいるやつ全員に自分はハッカーだって言って回ってる。マジか。知ったところでどうすればいい。僕にはわからない。わからんな、それは確かに。イエスイエス、クイーン様の言う通り、エラー発生エラー発生。チェックマークみたいな感じかな。私はマウセリミアン。他のマウスたちとは 1.5 線を隠するものだ。いまだに私を超えるものといったらポインぐらいなもんだ。そうか、ポインさんですげえんだな。ポインはせっせと出世してるよ。さすがです。おや、当てるのかな。これね、オッケー。全然大丈夫だったわ。なあ、爆発した。ねえ、なんか逆向きになってる。
交互に出るってところかな。なかった。なるほどね、そういうことか。で、こっちはこっちでいけそう。おや、また鍵かな。あれ違うかな、これだと思ったんだけど。あー違ったー。うん、おしおくけん。で、さすがに回復しよう。で、どうなんだろう、これ。あー、そういうことか。ここに戻ってくるのね。おー、危ない危ない。なんだなんだ、ここはなんかトレーニングしてんのかな。つま先出しすごい。わあ、厨房にネズミが。やっぱりチーズはあの路地に全部きちんと捨ててくるべきでした。熱っ熱っ。ここにいればネズミにやられずに済みます。コンロで足が熱っ熱っ焦げそうですけど、頑張ってくれ、頑張ってください。出たー。しかもこいつらカツラをかぶってない。なるほど。おお、回ってる。マウスホイールが転がってきた。うわー、うまいなー、うまいなーとか言ってる。さあ分析しましょう。ウルティマヒールって言うんだ。防御の防御かな。一匹よりも二匹、二匹よりも三匹かは疑問。ちょっとなんか動物の森風だね、キャッチコピーが。どこへ逃げてもカーソルが追ってくる、動き続けろ。なるほど、追尾性がある感じか。トラップで、防御防御。うわ、いっぱいいる。はい、ちょっとずつやっていくのかな。ってことはただこれなら大丈夫そうだって思ったけど、マジか、さすがにそれだけじゃないよね。やばー、あぶねー。よかったよかった。マウスホイールをクリスマスリースだと言って誰かにあげたら面白そう。面白そうだ、それは面白そうだ、確かに。防御でラルセイが回復かな。はい、あーしまった。完全にボタン間違えた今。この同時きついな結構。うわー、3つはやばい。で、防御。はい、いいねいいね。3種のチーズピザの匂いがする。で、防御でラルセイで癒しの歌。はい、どうだどうだ、いいよ。マジかマジか、角行くと危ないかもな今は。というかラルセイの HP が1だ、やば。 90% か。そんならね、このターンで決めたいね、なんとかして。はい、 OK。
がまだブンブン回り続けている。その時、あ、あとは私たちに任せ。ありがとうございます。やった。で、よかったんかな。助かりました。東のダイニングホールへの扉を開けておきますね。ありがとうございます。熱っ熱っ、折り方がわからない。じきにお客様がいらっしゃるので、クイーン様のご指示通り盛大なパーティーの準備をしております。お客様がお皿を召し上がるのかは疑問ですが。お皿を召し上がる。で、そうだな、こっち行ってみよっか。おお、また閉まった。で、こっかな、とりあえず。 OK、 さあ行きましょうか。おや、何ですかここは。え、何の空間なんだろうここ。めちゃめちゃなんかありそうじゃない。広っ。意味ありげなモニターのようなもの。鍵かかってんな。てか、この部屋やたら広いだけでなんもねえけど。ノー、ウェルカム。豪華絢爛晩餐会でボロ儲けの時間よ。絶品料理の皿のうちたった一つに鍵が隠れています。鍵探し中毒性の高い運ゲー。この皿全部調べるとか無理ゲーだろ。マジでやるのか。とりあえず回復するか先に。ラルセがやばい。僕が作ったんだ。ここだ。違う。ここだ。あー、シャッフルされるんだ。また入れ替わった。で、3回やるとそういうことか。クリス、違うことやってみた方がよくねえか。違うこと。待って、動かなかった今。ノイ、このテーブルの下に何かあるぞ。お、犬的な感じかな。逃げんなこら。おー、強い強い。これで炙り出していきましょう。あったー、鍵弾、よしこれで。え、壊れた。あー、そのまま行くのね。やべえ、すげえ楽しかったな。いろいろ壊しちゃったのはどうかと思うけど。行こうクリス、もうすぐ3階だよ。もし行きますか。一応開けることできるんだ。左。お、おやおやおや。なんだなんだ。 UFO。 あー、そういうことか。場所はランダムなのかな。なんか一個ぐらいあるかなって思うんだけど。
ただ多分これで全部だよね。全部見たかな。なあ、戦闘になるんだ。めちゃめちゃでかい何かがあるんだけど。こっちはこっちでなんかあるね。おお、跳ねるのか。マジか。そういうことか。わあ、寿司ちゃんと食べてる。えらい。元来た道の引き返し防止に関する本がある。あ、バドリーさんだ。クリス、スーさん、無事で何よりな。さらにそこ、ここに屋上への隠し通路がある。ノエル城を電撃的速やかに救出しなくては。おう、行くぞクリス。いや、クリス、君は、そう、君はその腰巾着と一緒にクイーンの気をそらすんだ。さあ行こう、スージ、僕と二人きりで。へいへい。クリス、君は僕を腰巾着だと思ってる？もちろん、思うわけない、思うわけない。ってことは、クリスさん、僕のことを腰巾着以上だと思ってくれてるの？純粋だな、ラルセイは。スージーはバードリーと二人でブックホールに入っていった。ブックホールのパンがみなぎった。おや？なんすかここは。何者かが不思議な煙の柱を生み出している動画だ。煙がすごすぎてそれが誰なのかわからない。本日の晩餐会の余興はこちらの映像です。泉の誕生というタイトルだとか。なんと優美な。ここ最近クイーン様はこの動画に大きな関心を寄せていらっしゃいます。騎士が自らの手で泉を生み出す瞬間を捉えたもんです。なおクイーン様はクリクリ TV ホームビデオの録画映像も気に入りです。なるほど。騎士は泉を生み出した、それはつまりこの世界を生み出したということです。そう考えると騎士はクイーン様よりも強大な力を持っているのかもしれません。今のところは。なんかどこから突っ込んでいいのか、もうなんか突っ込まれてるけど、物理的にはバードリーの像が便器に突っ込まれている。入り口についてるマークをちらりと見た。マークはバードリーの像のシルエットだ。納得だ、納得だ、何も問題ない。こんにちは。このトイレいつになったら開くのかな。待ってるのか。律儀だな。これは三駅の泉。無料プールね。大丈夫、そのうちに家族みたいに愛しくなってくるわ。どうしてこんなものが。三駅、この館の動力源&飲むと愉快になる。それじゃあバイバイ。どうやって渡れば。おや、これに乗れば当たれるね。音楽、曲よ。なんかあった。あとはどうにかクイーンさんの気をそらさないと。完全に気をそらされてます。ねえ、このちっちゃなお家みたいなのはなんだろうね。ゲスト用の素敵な南国風ヴィラよ。ちっちゃすぎて誰も入れないんじゃ。もっとちっちゃいの出てきた。3駅で縮むから大丈夫です。怖っ。バナナ拾って。言いなりにはなりません。取っちゃいます。
いいよクリス、バナナは体にいいもんね。カリウムゲットです。見て、もうすぐトンネルに入るみたい。おお、なんか手が出てる。あれ、これじゃあ先に進めない。オリオ、この手をどかす方法がないか調べてみようか。ですね。大きな手、こんな手に撫でてもらえたらな。え、これ通っていいのかな、どうなんだろう。この上なら問題ないか。あー、そういうことか。なるほどね。とりあえずいろいろやってみよう。そう、ケーブロイドさん、まあ、くたびれ状態ならダブル防御で稼ぐか。 OKOK で稼いで、スリープでいきましょう。で、スリープ、よーし、ありがとうございます。リザーレクトダスト、ミントの香りの粉、倒れた仲間全員を HP25% で復活する。いいね、強いっすね。なかなかこの城に平和が戻ったようだ。よかったよかった。そんならね、こっちも行けるんだ。お客様へ、ネズミは必ず橋のある方へ進行方向を変えます。最適な方向転換を目指し、よりすぐりのネズミをご用意しました。ご堪能くださいませ。あとさ、右もあるんだよね。右も行ってみたいな。これで行けそうだよね、右は。あれ、もしかしてあれは？お、なんか出てきましたね。なるほど、そういうことか。今回は多めに見ることにします。ありがとうございます、お優しい。あの部分気になるけどね。じゃあ上行きましょうか。
こうやって。で、OK。さあ行きましょう。なるほどね、そういう感じか。で、どうかな。橋が上がる音がした。で、こっちか。おお、手が生えてきた。パチパチ。行く手を塞いでいた手はなくなったようだ。で、戻ればいいのかな。こっちから戻れそうだ。オッケーオッケー。さあ行きましょう。これで進めるね。ねえクリス、僕ね思うんだ、クリスと二人きりで過ごすのっていいなって。変かな。自分も同じ気持ち。変。自分も同じ気持ち。そう言ってもらえて嬉しいよ。クリスたちに初めて会った時、第一印象で嫌われないかすごく心配だった。顔も隠してみんなに見えないようにしてた。僕、友達になってもらうにはどうしたらいいんだろうって考えて、きっと親切にすればいいんだって思ったんだ。でもね、今少し違うことを思ってる。友達ってそれだけじゃないよね。スージーは時々全然親切じゃない。自分勝手だし、失礼だし、嫌いばっかり言う。でも、スージーって、そんなスージーだから素敵なんだよね。今日、そんな風に思い直したよ。もちろん、クリスも、そんなクリスだからいいなって。そんなラルセだからいい。え？そんなこと言われたの初めてだよ。僕、何もかも初めてのことばかりだけど、クリスにそんな風に言ってもらうのは、すごく特別だよ。僕っぽいこと、ラルセイ的ってどんなことなのかな。なあ、ごめん、どうでもいい話だよね。今このボートのアトラクションを楽しもう。アトラクションなんだ楽しみましょう。お、好きそうですよ。どこかにお家がいっぱいあるね。見てクリス、お家がこんなにたくさん。色を変えてみたらどうなるかな。無視蹴らずよ。世の現れることを二度となしと思ったんだったら残念でした。まさか。出たー。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。